皆さんこんにちはスリプリークスのオースルです Cubes 11初心者講座ということでですねこれから Cubes 11の使い方を一から丁寧に解説していきたいと思っていますパソコンで音楽制作の経験がないと全くないという方でもですね決して挫折することのない動画にしていきたいと思いますのでぜひ最後までお楽しみくださいはい、Cubes 11初心者講座第一回目は 製品のインストール、立ち上げ、そしてプロジェクトの作成、保存についてお送りします。CubeS を購入したら、まず、スタインバーグダウンロードアシスタントを使用して、CubeS をダウンロードしていくことになります。スタインバーグダウンロードアシスタントで検索するとヒットしますので、こちらをクリックします。このようなサイトに移動しますので、Mac もしくは Windows、お使いの環境に合致するものをクリックしてダウンロードしてください。 ダウンロードが終わりましたら、ファイルを開いてインストールを行います。基本的に、開くを押して進めていきます。このようにインストーラーが起動しますので、次へをクリックし、規約などをよく確認した上で、同意しますを選択します。そしてインストールをクリックします。インストールが終わると、ログインを求められますので、こちらをクリックします。すでにスタインバーグ ID をお持ちの場合は、メールアドレス、パスワードを入力します。 ここではまだスタインバーグ ID を持っていないという方のために作成の手順をご紹介します。こちらのスタインバーグ ID を作成をクリックします。ID 作成に必要な情報を入力していきます。まずはメールアドレス。ご希望のパスワードを入力します。その下には上と同じものを入力します。確認用ですね。さらに下に規約がありますので、一通り確認をして、こちらの同意するにチェックを入れ、次へと進みます。このような画面に切り替わりまして、 先ほど登録したメールアドレスに確認コードが届いていますので、それを見ながら入力を行います。その後に次へを押します。このように ID が作成されました。次へを押します。使用許諾契約書が表示されますので、こちらもう一通り確認して、同意するをクリックします。そして、このようなポップアップが表示されますので、許可をクリックします。このようにスタインバーグダウンロードアシスタントが起動します。 この状態ですと、まだソフトが登録されていませんので、u b a s を購入した際に発行されたコードを入力します。こちらのボタンをクリックします。コードを入力して、OK を押すと、このようなポップアップが表示されますので、OK を押します。アクティベーションコードが認識されましたので、次へをクリックします。この際に注意点として、u b e s を購入した際に付属する E ライセンサーを接続しておく必要があります。接続すると、このように E ライセンサーが認識されます。 この USB キーに c u b a s のライセンスを入れておくことで、キーが刺さっている間は c u b a s を使用できるという形になります。c u b a s を使用する際は、必ずこの USB キーを刺しておくということになります。ライセンスをアクティベートをクリックします。このようにアクティベーションが開始されますので、このまましばらく待ちます。この際は絶対に USB キーを抜いたり、このソフトを終了したりしないようにしてください。アクティベーション完了をクリックします。これで c u b a s を使用する準備が整いまして、 ご自身のアカウントに Cubase のライセンスが紐も付いたという形になります。左のメニューから Cubase をクリックして、購入したバージョンを選択します。するとこのようにインストールするファイルの一覧が表示されます。基本的にインストーラーがダウンロードされる場所はここなんですけれども、他の場所や外部ストレージに保存したいということであれば、この部分をクリックして保存場所を変更することができます。 u b a s 本体はこの一番上をインストールすると使用できるようになりますが、このようにさまざまなインストゥルメントやサンプルなどが用意されていますので、合わせてダウンロード・インストールを行うことをお勧めします。こちらをクリックしてダウンロードを行います。ダウンロードが完了しましたら、インストールと表示が変わりますので、こちらをクリックしてインストールを行います。インストールが完了したら、このようにチェックが入ります。これを繰り返します。はい、このようにすべてのインストールが完了したら、 スタインバーグダウンロードアシスタントは閉じて構いません。これで CubeS を使用する準備が整いました。ちなみにインストールの総容量はかなり大きくなります。今後使用していくにあたって外部ストレージに移動したいということもあると思います。その際にはアプリケーションフォルダーのこちら「スタインバーグライブラリーマネージャーを開きます。そうするとインストールしたコンテンツが一覧表示されます。目的の項目の「Move」をクリックして任意の外付けストレージに移動することもできますので。 こちらも覚えてておいい。くださいそれでは実際に CubeS を起動してみましょう。CubeS 本体は同じくアプリケーションフォルダの中にインストールされています。こちらをダブルクリックすると CubeS が起動しますが、今後、頻繁にアクセスすることになると思いますので、こちらをドックにドラッグドロップしておくことで、いつでも手早くアクセスできるようになります。それでは起動してみましょう。この際、先ほどもお伝えしましたが、USB のライセンスキーを挿しておく必要があります。 初回のみ少し長めに時間がかかりますが2回目以降の起動では時間が短縮されスムーズに立ち上がります起動するとスティンバーグハブが表示されますこちらにレコーディング用のテンプレートスコア作成用のテンプレートなどがありますが今回は一から学習していくためにその他のエンプティまっさらな状態のプロジェクトを開きますこの際に事前のおすすめ設定がありますプロジェクトが保存される場所をあらかじめ指定しておくことができます ファイルの管理が楽になり、プロジェクトを移動する際などにもトラブルが少なくなります。ファイルの保存場所を指定するには、この部分から規定の場所を使用を選択します。隣のフォルダ階層部分をクリックすると、ポップアップが表示されますので、ご自身が分かりやすい場所を指定してください。このように場所が変わりました。また、プロジェクト名が決まっていましたら、あらかじめここに記入しておきましょう。記入が終わりましたら、この状態でプロジェクトを作成します。製品登録のポップアップが表示されますが、 ここまでで登録を行っていますので、すでに登録済みをクリックします。ここから制作をスタートしていくわけですが、上の部分をご覧いただくと、プロジェクト名が名称未設定となっています。これはまだプロジェクトの保存を行っていないためです。制作に取りかかる前に、名前を決めて保存しておくことをお勧めします。プロジェクトの保存は、上のファイルメニューから保存を選択することで行うこともできますが、ショートカットの Mac コマンド S、Windows コントロール S でも行うことができます。 名前をつけて保存のポップアップでは場所を指定することができますが先ほど作成したプロジェクトフォルダーがデフォルトとなっていますのでここに保存しましょう通常プロジェクトフォルダーと同じ名前として保存をしますそうするとこのように上の部分にもプロジェクト名が入りましてしっかり保存されたということがわかります一度キューベースを閉じます再度起動すると最近使用したプロジェクトに先ほどのものが表示されますここから素早くアクセスすることができます プロジェクトの場所を確認してみるとこのように先ほど作成したフォルダの中にプロジェクトが収められていることが分かりますプロジェクトを他の場所に移動したいあるいはコピーしたいという場合はこのフォルダごと移動・コピーを行ってくださいその際分かりやすいようにプロジェクトの場所とフォルダ名を指定しておくことが重要となりますここまでが c u b a s e のインストールとプロジェクト作成の流れとなります次回は実際に音を出すためのオーディオインターフェースとミディキーボードの設定へと進みますのでぜひ引き続きご覧ください この動画が参考になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。